皆さんこんにちは、ジェントル山本です。元気に、練習していますでしょうか。僕は大学1年生の時にジャズ研究会に入ることで、サックスを始めました。で、高校生の頃は、ギターを弾いていました。だからクラシックの、演奏、クラシックをやっていた期間っていうのはほとんどなくて、最近になって2年ぐらいクラシックのレッスンをサックスで受けていたことはありますが、まあ本当にそれぐらいです。で、その時に、なんていうんですかね、こう自分の耳が良くないといけないと思うんですよ。自分の耳がいいっていうのはやっぱりいろんな音楽を聴いて、感動するということ、それと、自分でそれを表現するにはどうしたらいいかっていうのをやっぱり耳で聞いた時に感受性があるかどうかっていうことなんじゃないかなというふうに思います。ちょっとうまく伝えられませんが、まずは自分の耳で聞いて心で感じていかないといけないんですね。で、ジャズという音楽は特にそうなんです。ジャズっていう音楽は、いろんな CD、 いろんな演奏家の個性あふれるもう演奏があるわけじゃないですか。それをやっぱりたくさん聞いて感受性で心で感じて、で、ああいう演奏がかっこいいっていう、そういうプロセスがまずないとジャズは演奏できないんです。だから僕のところレッスンに来る生徒さんで、アドリブができないので教えてくださいっていう生徒さんがたくさんいます。で、そういう生徒さんにも、もちろんね、2-5 のことだったり、コードのアルペジオのことだったり、ジャズのスケールのことだったり、テンションノートだったりと、こう教科書に書いてあることをお話しすることはできます。でもそれだけではアドリブはできません。なぜかというと、文法を知っただけでは言葉は喋れないですよね。言葉というのはコミュニケーション、ジャズも全く同じようなものなんです。だからいろんな人の意見を聞いて、いろんな人の個性を聞いて、自分の意見っていうのが初めて生まれてくる。でも自分の意見を言うには楽器が上手に演奏できなきゃいけないし、ジャズのことをたくさん知ってないといけないんです。だからインプットがないとアウトプットはできないですよっていうことが、僕はこの動画で一番お伝えしたいことですね。だから最近の僕の YouTube 動画には、僕の レッスンの中で伝えたいことを、よく理解していただきたいという意味を込めて、参考音源のリンクを貼っていると思います。だから皆さんもぜひそういった参考音源を YouTube を通じてでもいいので、ご覧になって何かを感じてください。そして、それが自分の中から出てくるっていうのがジャズを演奏するための一番近道なので、ぜひぜひやってみてください。ということで、今日もね、長々とお話に付き合っていただきありがとうございます。ジャズのことでね、何かわからないことなどありましたら、また、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。では、チャンネル登録はね、ぜひよろしくお願いします。何かね、あとは意見など、それは違うんじゃないのとか、こういう考え方もあるよとか、おすすめの CD あるよとかね、僕と一緒に練習しようっていう、そんなことでも構わないので、何かありましたらコメント欄書いていってください。それでは本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。それでは。